セリザワールド、タタ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 タイ。皆さんこんばんは。1422ラジオ日本アイリス、セリザワユーのセリザワールド with ユーが今日も始まりました。はい、まあね、1月ももう後半になっちゃって、まだ全然寒いなって感じだと思うんですけど、私の中ではもうすぐタイ行くんですよ。マジで楽しみ。いや、私タイ人生で初めてなんですよ、タイランドで。え、なんかでもね、タイの人はね、日本人が好きなんだって。新日のなんかあれがあるみたいで、優しくて、でご飯も美味しいって言ってたし、なんか今んとこ言うタイのいい噂しか聞いてなくて、だからめちゃくちゃ楽しみなんですよ。え、もうツアーのあれは締め切っちゃったのかな、もう何人ぐらい一緒なのか本当わかんないですけど、なんかもうアイリスちゃんで行くならさ、まあそれなりにこう現地のファンもいて、で東京からも意外と何人か来てくれるみたいな。でもセリコ一人で現地の人とどれくらいいるんだろうみたいな、ドキドキしてますけど、まあでももう本当にもう超絶アウェー休館でも、もう全然、うん、でも私タイは何語なんだろう、タイの言葉は全然喋れないし、ちょっともうね。でも意外とあの言葉通じない人とも仲良くなる才能あるから、まあ意外といけると思います。いや、もう楽しみ。え、タイは微笑みの国って言われてるんですか。え、それはみんなニコニコだから。へえ、素敵、セリコにぴったりの国じゃないですか。楽しそう、微笑み返してあげたい。微笑んでるタイのみんなに微笑み返したい。あ、ちなみに英語らしいです。まあ英語ならまあ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 軽くなら喋れるかな。でもめっちゃ嬉しいんで、ちょっと皆さんも分かりません、来る人は楽しみに。もうあと10日ぐらいですもんね。いやー楽しみですね。もう美味しいもん食べて、まあ、今年お正月があの意外としっかりなかったんですよね。だからちょっとそのタイでちょっと自分の中でね、休息取りつつ楽しんでいきたいなと思いますので、うん、っていう報告です。来る人はお楽しみに、来れなかった人はまあ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 、ユーのいない日本を守ってください、よろしくお願いします。はい、あとね、そう、この話をしなきゃしなきゃと思ってて、アニメ商売録マシマイレッシュがもう始まって、もう何話だろう、何話か言ってるはずです。いや、商売ロックさんもね、もうね、ただ私がアニメにもう出てきたかな、まだかな。いや、まあ基本的にはそのマシュマイレッシュちゃんっていうあのメインの子たちがいて、まあ私はレイジングシグナルっていうユニットのメンバーなんですけど、レイジンはまあちょっとライバルっていうか、まあもうこっから頑張るぞっていうよりはもうめっちゃ売れてて超人気ユニットって感じなので、だからその毎回毎回いっぱい出てくるわけじゃないんですけど、まあ、ちょくちょくなんですが、でもね、私の演じるスモモネちゃんはねすごい可愛くて、でもアイリスでも商売ロックさんとコラボあったじゃないですか。でもあん時はまだこれの役の話は決まってなくって、あ、でもオーディションは受けてたんだよ。オーディションは受けてる状態でアイリスコラボがあって、でへえこんな子がいるんだなーってサンリオさんがしてくれて、であの最終オーディションも普通に受けて、でもなんか主役じゃないわ、レイジングシグナルのセンターのララリンっていう役のリンさんは歌のオーディションがあったんですよ。でも他の私のスモモネちゃんとウイウイっていうもう一人のキャラは歌のオーディションがなくて、でもなんかちゃんと結局歌うっていう感じの人が集まってるから、やっぱ商売ロックさんはやっぱ歌。でもね、本当にあの商売ロックさん関連のレコーディングあるんですけど、え、こんなに毎回神曲って来るもんなのってぐらい神曲しかないと思う。ほんと楽しみにしててほしい。なんかアニメで出てくる曲ももうめちゃくちゃやばいし、そのなんかそれのシングルものカップリングとかもすんごいめっちゃいいし、いやね、とにかく曲がやばい。マジどっから曲寄せ集めてるんでしょうってぐらいいい曲多いので、ちょっとそれをほんと楽しみにしていてください。あ、タイ語での挨拶来た。英語じゃないのこれ、タイ語か。英語も通じる、英語も通じるけどタイ語もある。こんにちは、サワディー、お元気ですか、
サバイディマイクラップか。元気です。サバイディクラップ。元気じゃない。マイサバイ。ありがとうございます。コップンクラップか。あ、コップンかーか。あ、聞いたことある。これは大丈夫、問題ない。マイペンライ。え、あ、男性なら語尾にクラップ、女性ならカーをつける。あ、サワディカー。あー、そういうことか。あー、サバイディマイカー。へー、かわいい。なんかお茶目だね。あーゆーたおらい。何歳。はい、そうです。かー、うん、もうかー、コップンかー、コップンかーだけいけばいいんじゃない。でも結構地方に、地方っていうかその国に行くならその国の言葉でできるだけ喋ってあげたいなって思うから、まあちょっとそろそろタイ語の練習本みたいなめちゃくちゃ簡単なやつでも買ってちまちま読もうかな。でも楽しみですね。タイもよろしくお願いします。そんなわけで楽しいことがいっぱいの2020年ももう始まってますんで、一緒に楽しんでまいりましょう。さあ、今日もあなたを釣り障るのにタイタイタイしたいと思います。タイタイしたいと思います。はい、アイリス芹沢優の芹沢ワールド with you。 AM1422 ラジオ日本と AM1197RKK ラジオ、 AM1431 岐阜放送でお送りしています。アイリス芹沢優の、アイリス芹沢優の、アイリス芹沢優の芹沢ワールド with you。 ここでアイリス芹沢優からお知らせです。声優になりたい、夢を夢で終わらせたくない、そんなあなたに私から伝えたいことがあります。私が卒業したアミューズメントメディア総合学院は、在学中からプロの現場を体験でき、現役のプロの声優講師陣から技術を学べる実践主義のスクールです。ただいま声優学科ではプロの声優とアフレコ体験ができるアフレコ体験説明会を実施しています。ぜひあなたもマイクの前でアニメのアフレコに挑戦してみませんか。次回東京校体験説明会は1月26日日曜日に開催します。その他の開催日やゲスト声優の情報はホームページをご覧ください。夢を夢で終わらせない、アミューズメントメディア総合学院ホームページは AMG 声優で検索。アイリスの芹沢優がお送りしてきた芹沢ワールド with you 第343回目の放送もついにエンディングです。はい、まあ今日ね、まあね、もう1月の後半だからね、自分のライブからはもう1ヶ月経ってるのかと思うとなんか変な感じですけど、でもなんかきっとみんなの熱はまだまだ冷めやらないんじゃないかなと思って嬉しくなります。ていうか本当にニコ生のタイムシフトを無限で見れるようにしてほしい。毎日見たい。自分の頑張った姿見るの好きなんですよ、ゆうちゃん。自画自賛、クククまあね、反省する点もありますよ。ここはこうしたらよかったなとか。でもなんかね、あー懐か、なんかみんなとの思い出が、だからめっちゃ映像化嬉しい。もう早く発売しろって感じ。楽しみにしててください。それではゆうちゃんからのお知らせです。まずはアイリスちゃんとして、2月の15日に二次会ファンクラブイベント2020ウィンターが開催決定しております。ぜひ皆さんよろしくお願いします。そして、アイリスちゃんとしてですね、今年の3月4日に、4枚目のニューアルバムリリースします。そして4月からはツアーもあります。で、私個人としてはですね、もう来週の半ばぐらいかにタイランドに、ジャパンエキスポじゃない、アニメエキスポタイランド2020に出させていただきますので、よろしくお願いします。そしてツアーファイナル映像をかけて楽しみです。その他の詳しい情報はアイリスのオフィシャルホームページ、オフィシャルブログ、そしてツイッターをチェックしてください。この番組は皆さんからのメールをお待ちしています。ゆうちゃんの妄想タイム、ゆうちゃんのミッドナイトカウンセリング、ゆうちゃんの音楽隊、ネズミ年のコーナーは2月にはもうスタートしたいので結構早めがいいかもです。なんでもうちょっと送ってください、思いついてください、早めにお願いします。
さらには普通のお便りも送ってきてください。アドレスは irisyou@jorf.co.jp irisyou@jorf.co.jp です。さらには番組専用のツイッターもあります。チェケラー、あ、そして YouTube もあります。ぜひ皆さん見てください。詳しくは番組のホームページを、セリコの曲を聴きながら覗き込んでください。だって何がいいですかね。今聴いてほしい曲はあのリベレーションでいきますか。でもなんかあれさ、何でもない時に聴いてもいいけど、なんかやっぱさ、ライブのラストっていうのが良かったよね。ね、うん、ね、作詞していいですね。あんなに作詞嫌だったのにしてみるもんですね。ありがたいことです。はい、ってことで一応ねラジオ日本がお送りしたアイリスセリザワユーのセリザワールドウィズユー、お別れの時間となってしまいました。いつでもみんなを I love you ちゃん、来週もよろしく。今日の一言、みんな商売録マシュマイレッシュを見てね。